あなた様、参りましたよ。あ、あら、どうかなさいましたびっくりと震えて。突然囁かれて驚かれましたか <laughs> あら、これは失礼いたしました。ただあなた様が何かに集中なさっていたようですので、優しくお声がけしたいと思っただけなんです。ところで、何をなさっていたのですか そう。お仕事ですか。<laughs> とても勤勉ですね。感心です。やはり私の将来の夫として、ふさわしいです。<laughs> とても好感が持てます。<laughs> ごめんなさい。いつものことでしたね。それでは、お夕飯は何にしますかあなた様の好きなお稲荷さんでも握りましょうか。 あら、そうですか。今日はお忙しいのですね。またお外に出なくてはいけないなんて。い,いえ、寂しくなどありませんよ。あなた様はきちんとここへ戻ってきてくださいますから。それでは、私はこれで、先に失礼いたしますね。それでは、おやすみなさい。 <laughs> お揃い遊ばされましてご機嫌よう。本日もどちらかへ行かれるのですかそうですか。最近のところ、毎日ですね。い,いえ、行けないのではありませんよ。ただ、とても楽しそうでよろしいことで。他の女の子は、 面白くございますか <laughs> ひどいお方。私と千切りを交わしておきながら、私をないがしろにするなんて。<laughs> い,いえ、きっとあなた様が悪いのではないのです。ただ、ちょっとばかり。他の女にたぶらかされてしまっただけなんですよね。 私が先に見つけたのに、横取りしようとする愚かな娘。<laughs> 仕方のないことでした。さあ、あなた様。私に隠れてこそこそとお外へ出るのはやめて。今日こそは、私とお稲荷さんをついばみ合いましょう。優しくとろけるような時間を、早くあなた様と過ごしたいですわ。 勘弁してくれあら、これはい,いなことをおっしゃいますね。あなた様が勘弁されるようなことは何もないはずですよ。私が勝手にお世話しただけ <laughs> またそのような悲しいことをおっしゃって。仕方ありません。ええ、これは仕方のないこと。さあ、あなた様。 深く椅子に腰掛けてください。だめ <laughs> ですよ。抵抗しても私には力がありますからね。<laughs> さあ、ごゆるりと、ね。それでは、あなた様の頭の中、少し直して差し上げます。ちょっぴりおかしくなっているご様子ですので、 なぜか、ですかなぜって、こんなに尽くしているよう子を好きにならない殿方なんているわけがないじゃないですか。それなのに、あなたは違う。それはとてもおかしなこと。わかりますかああ、わかりませんか。では、やはり直して差し上げませんと。 大丈夫。少し変な気分になるだけです。頭の中を、くちゅくちゅくちゅって、するだけですからね。さあ、行きますよ。いっしょ。ここを、こうしてクチュクチュ、くちゅくちゅ。 くちゃくちゃ混ぜて混ぜていらない部分はつついて消して私への感情をもっともっと高めなければ <laughs> あさあどうでしょうか私のこと好きになってくれましたか あら、まだダメですか。ではもっと根本的に、あなた様を丸ごと変えてしまいましょう。そして、私と共に暮らしましょう。永遠に。<laughs> それでは、もっと奥を、くちゅくちゅしますね。 私を愛する覚悟をなさってください。これからもお慕いしておりますからね。安心して落ちてください。